おととし7月、大規模な土石流が発生した熱海市伊豆山地区。建物とともに電気やガス、水道といったライフラインも被害を受けていて、住民の帰還に向けて復旧が急務です。今日から始まったのは、道路に埋設された水道管とガス管を新しいものに交換する工事で、来月末までにおよそ150メートルを交換します。工事が順調に進みまして、多くの建物にライフラインがつなげますよう、関係機関と連携して進めてまいります。熱海市は9月1日に警戒区域を解除する予定で、この日までに帰還可能な32棟について、水道、ガス、電気の復旧を目指し、残りの14棟はその後順次復旧させる考えです。土石流による避難者は今もなお132世帯227人に上り、避難者は工事を歓迎する一方、市の情報提供に不満を持っています。もう全然知らなかったです。昨日なんか電話いただいてね、それって何ですかって言っちゃったぐらいに、やっぱりそういうのは共有というか、お話をしてくれないのはどこなのかなっていうふうに、私は疑問を感じました。本当に心待ちに住民が帰れる日を待っているのを分かっているのに、一歩進んだことすら教えてもらえない、それって寄り添ってることになるのかなって。警戒区域の解除までおよそ3ヶ月半。帰還に期待を寄せる避難者は、熱海市に積極的な情報発信を求めています。